はい。それでは事前調査、中身バステークス、金庫所フィールドテレビ行きましょう。はい。すいません。昨日の本ちゃんね、ごめんなさいね。あの、普通に、編集普通にしとって、で、もう、アップしてあたると思うてね。 もう消してもうたすね。アップしたと勘違いして。ほんとごめんなさい。アップ全然してなかったんですね。ごめんなさい。朝ちょっとね、LINE でくれた方いて。はい、ごめんなさい。で、もう急遽もう、えー、ちょっと間に合うってことで無音で、もうまあ、完全に手抜きでポンって乗せただけだったんですごめんなさいね。すいません。完全に昨日あって違いしてごめんなさい。もう完全に、いや、あれと思って。ほんちゃんまだですかって朝 LINE 来てね。えと思って。あれお、出したで。え思って。と しもたアップしてないわと。編集者だけアップしてないから。ごめんなさい。すいませんでした。はい。えー、ディープ記念すいません。ダノだけと三キット3着でしたね。ごめんなさいね。えっ、ー、と、麻生県では二重のブナにワイド1.6ウェブゲットしたんですけど、すいません。はい。気を取り直しまして、上半期の収支いきましょう。レッチゴーはい。えっ、ー、と、今週はオーシャンステークスディープ記念ダメ。んあとチューリップショーか。が、鳥紙。 60%回収率って書いてください。えー、あと、勝負レースがー久々に手堅くいただいて104%か。なんとか勝負レースはなんとかいけてます。よろしくお願いします。はい。で、えー、っと、ごめんなさい。これ結構余談、めっちゃ余談なんですけど、個人的な整理として。えー、全体の注文。で、注文ちょっとね、注文を受けてる馬券あるんで、それを、まあ、知り合いの方ですね。 え、注文受けてるんで、それ差し引くと、勝負レースが先ほど言った104%で、朝芝県がまあ毎週だいたい2000円で決めてるんですけど、はい。こちらが、こちら調子いいですね。147%ってことで、合計で言うと111%か。はい。めっちゃ個人的なことです。めっちゃ個人的なことはい。まあ、投資額小学なんで知れてるんですけど、ありがとうございます。はい。結構、け結構個人的、結構個人的なことこ。はい。ということで、えー、妄想収支ですね。あ、もうこれ、妄想収支は、えーね、ごめんなさい。出走行きましょう。 はい。えー、それでは今週も行きましょう。3月は信2週目入ります。はい。勝負レース。また今週も頑張るのでよろしくお願いします。はい。土曜日も中身場ステークスから始まりますってことで。えー、っと、ヴィクトリアマイルかな。これヴィクトリアマイルの結局出走権っていう位置づけあったんですね。はい。横島牝馬とあります。まあ、完全にあの、牝馬のマイル戦に直結ね舞台ですけど。はい。えー。 ソーズが、えー、クロワシュドール、デムちゃん、シャトー・ディーバー、岩田さん、ドナルト・ラエンテ、ルメちゃん、フェアリ・ポルカ、和田ウさん、そして、どれだったっけえーっと、ごめんなさい、えー、あリア・メリーが、えー、っと、福永さんとなってます。で、この舞台、ハンデやったかな。はい、ハンデ戦で、えー、ハンデ、ヒンバーですけど、ハンデ戦ってことだった。 えー、トップハンデフェアリーポルカーもちろんアルーシャもトップハンデそしてリア・アメリアもトップハンデですね一番人気背負わされてますえー、エリザベース7着からの巻き返しですね、えー、ロードステークスはまあまあまあ相手のかちょっと小粒あったまって干渉だったんですけどはいどうでしょうかってところでうんちょっとまあこの舞台もあれですね まあ人気もあのまばら、まあ、そんなにね、売れてる馬が今ないんで、多分、あれ、多少あれそうですね。はい。インバですし、ハンデ戦ですし、からね、うーん、えー、あとは、えー、フェアリーポルクが人気、ここら辺に5と人気ないね。えー、まあ、この馬がね、一番、この中山に向くっちゃ向くんで、福島メンバーステークスけど、ね、今日に勝ち、今、まあ、中山メンバーとね連覇し、連覇、連覇っていうかな、連勝しました。うん。 まあここかな和田龍さんあとはドナートラインってねこれがまあまあ、えー、上がり馬か前走同じ舞台で勝ってますし中山18と増京18に関してはあのほんまに好めないぐらい18のプロでございましてはい101届くべ取り消し以外すべてこのまま18でこなしてるんですよねもう2000でもいえや,やし1 0 0でもいえややっていうぐらいベスト18なのでまあただ昇級戦でねどうかっ丸めちゃ乗ってきてるんですけどどうかってことですね まあ国枝さんところにサンデーレーシングのノザハムということで鉄板のところなんでねまあ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 ある程度信頼された企業はされなあかったですねあと車道でいえばねはい重症、えー、にアンテップ届かずということで普通に1 8 0 8は2着、えー、東京ではね活躍あと中山も昔過去に1800勝った実績ございますはいでまあ、前走東京まで3着、まあ、やっぱところも東京の前が忙しいんで、まあ、1 8 0 8 ととなるとやっぱ中山さんちゃん向くんじゃないかなっていうね、えー、上層ステークス去年勝ってますし、そうなんですよね、まあ、東京校舎っいうはいええー、中山を走ったはの多分この一層だけやったはずなんで、全然、あのー、チャンスはあるんですよ。うん。はい。あと中山がね、どこまで差しき聞くかですよね。まあ、ちょっと先週、弥生を見てる限り、弥生というか、DIP 記念か。 いる限りちょっとねうちとバばが傷んできましたんで惚れてきましたんでえー、もしかしたらチャンスあるかなーっていうところありますねはいあとクラバシドルねいやー人気出るけどどうなんてことでコチステークスと掛け持ちで前走お休み明けニューイヤーステークスですかね走って5着うん、まあ、一番人気とでも5倍でしたからねうん、まあ、悪くなかったんですけどまあ一定関係見ると、まあ、やっぱねオープンでどっこいどっこいする前だ っていう各場の誤着ですからまあ首鼻首一葉審査ってことでそんなに大差はないんですけどうんどうでしょうね1008でデムちゃんが、うん、難しいね5 3キロちょっと恵まれたなって感じはありますけどねはいというところですあとはまたあとねシーズのギフトとか中山校舎もあるんもゃいますんで まあ、とりあえずここは一旦事前調査で上位5等、人気の上位5等を見せただけにしておきます。ごめんなさい。また自己調査で整理します。うん。最近ね、事前調査でね、もうね、あの注目してるもとか言いたいんですけど、逆に、逆に、逆に今、人気してるものは先言っといて、自己調査で絞っていこうかなっていう、はい。毎度私のコンセプトが多さをする番組でございます。ありがとうございました。<laughs> 結構多さをする。はい。続きまして、えっ、ー、と、先に金庫証ですかね。はい。中京先ですよね。あ、そうや、中京始まんね、これ。 来たね、中居。来た、熊野特別。毎年、おい久しぶりです。来たな、一年ぶりなこれ。そら、そら、それは一年ぶりよ。来たな、これ。はブラックジェイド走ってくれるけど、もう無理だよな。一回裏切れたからな。うわ、これはもう、エレバースーエレバルアスールとかやな。これも、2000円くん、阪神か、了解。はい、あとはお、ビーマイオーシャンが前走一番人気 m 4着なんで、ま、あこの、まあ多分この前ビーマイオーシャンありやな。 おいピファネイヤさんか。ああ、だからん、どうしよう。ビーマヨーシャンの気がしいていて、まあ、すみません、読みしました。はい、えー、銀行賞はもう二トしか知るしして、あ、ごめんなさい、えー。グロリーベイツ、デアリング、タクト、そして、ポタージェ。ここかな、サトウラグロメちゃんのわりカリドウカトモテウルスケドウ。サトウラ怖いかなああ。うん 前奏 a c c 1 1着。まあこれ多分ババの考えでしょうね。で、ババ悪いとこもともとスタートってったんで。うん。振ればでいだしね。これつも可愛そうな競馬でしたね。いや、なら全然巻き返しあると思ってます。ただこれは事後調査でまた絞り込みを言っておきましょう。はい。まず一番人気。言うまでもなくデアリングタクト。1.2倍ぐらいでしょうか、これ。これは強いな。うん。これは負けてられへんよな。うん。こんなとこで負けてられへんよな。はい。アーモンドアイコントレール相手に大接戦でしたよね。うん。 はい、もう言うことありません。あとは、えー、2番人気、グローリーベース。これジャパンカップ以来か負けたん ?5 着やったっけああ、いやね、そうやね、グー以来か。えー、もう川田さん乗り換わりで、えー、調子を戻してきまして、全然その悪くない蹴敗だったんですね。あとは距離かどうかです。2000m でこのまま走るのちょっと短い気がするんで、結構グローリーベース、あれか、こんな後に天皇賞荒らじるんかな。どうやろう どうでしょうか難しいね。はい。あと3番にギポタジェですね。はい。えー、白地ステイクス勝ちましたってことで。えー、リがり今ですね。4連勝でよろしくお願いします。一キなら好の子供かなと思って。三乗きたら、連に乗り換わりでしたっけあ、そうね。あ、でも10倍切ってないんか。了解です。はい。最後、フィリーズ行きましょうか。フィリーズは、あ、ごめんなさい。アンブラでいい えっとね、遠心して、オパルムーベッラノーバ、ヨカヨカ、えー、が一桁落つか。ヨカヨカ、サッチ、ベッラノーバ、マリマさん、あと、えー、オパルムーン、ヨノリさん、遠心して、ダンノさんか。あダンノさん、遠心してん、そうなのあそこ、ベンダン、ダンノさんか。遠心して、そんな強かった ?4 万人きくらいな嘘やったっけあー、あー、いや分からん。走りすぎな気がしてきた。あとは、オパルムーンは誰ね、えー、ファンタジーに着くやんね。 たらやっぱ長い直線がいるかなーっていうのはあるけど、あとは、ベッラノーバか、アネモネと掛け持ちか、フェアリーさんとか、アネモネの方がでもいいんやろうな電車の中山で走ってるからな。これちなみにベッラノーバってあるかな、関東のまん電磁だよね、じゃないとこっち系もね。あー、結構これトス絞られそうやなー、輸送も考えたら関西はわかりそうか、よかよかこっちやろな関西やからな三連勝の後ですよね。 はい、57キロでこれで勝ったときはびっくりしたけどな。ほんまにびっくりしたけどな、これ,これはいけた。<laughs> はい。えー、その後は、えー、ファンタジー5着、そして、そう、アジメルフィリーズ5着。まあ、これも全然強かったけどね。はい。えー、こないてに5着ですからね。距離短縮でいいかと思ってます。ただね、絶対これで決まらんよな。フィリーズエビューか一番売れるやつやるな、これ。 よう言うてんのかなダートケットとかでしょダート実績とかお前ね。去年ーポス買って、ね、イ5 3着ですからね。これ絶対レールなんで、去年絶対的なカリオストラが負けてますからね。阪神戦をこんだけ強かって。はい。ノーアンプールビルの到着時代。そして3年前がリバティハイ使ってますよね。あここ10番キーの前でワッシュワッシュゼロ、確か。あ、シューシューってないわ。せやわ、オランコールブルド10番キーの時忘れた。ちゃうな、リバティと何か当たったの忘れた。アンバルか。ちゃう、アンバルちゃう。 あ、せや、デルニオエオーリやん、せやせやせや、二番九番の前でワッシュワッシュする。あ、せやせ、思い出した。あ、どうでもいいですか、ですありがとうございます。いや、ここ荒れるからな。ここはしっかり、あの、荒れるま、顔。うん。こんな人気場で決まりません。おそらく。おそらくちなみに、この人気通りの成績出る気の信頼、全然ないんじゃ。あ、でも1番人気2二番に、あ、二番人気結構成績あるんだ。へえ、あ、三番人気でも三勝して。へえ、もうへえ言うとこ。へえ、へえ、 3連複の配当、やっぱ1万円台がオーバーしてますかそらそうやろな。なるわ、さうん。はい。えー、注目してる、まあごめんなさい、自己調査あります。ちょっとトースト多いし、絞ってからにしようか。うーん。事前調査は人気のある馬たちを先予想って言うと言って。はい。ということで、また、自己調査でお会いしましょうか。ご清聴ありがとうございました。